ユニティテクジャパンの石井です。今日はですね、普段は教育の、事業を手伝ってるんですが、なぜか今日 VR でちょっとお話ししようと思いますので、残り40分弱になりますけど、お付き合いいただければなと思います。最後のセッションなので皆さん疲れてるかと思いますが、ちょっと気合い入れて聞いていただければなと思います。自己紹介ですが、石井と申します。先ほど言いましたように、ユニティの教育プロジェクトをやっています。教育系のご質問がありましたら、ユニティブースの方によくいますので、ご質問ください。今日は、このアイコンで、VR でよく喋ってるんですけど、そのネタで喋ろうかなと思います。まずはじめに、今日のテーマなんですけど、VR と UI っていう話なんですが、ちょっと共通認識を皆さんとね合わせたいなと思いますので、UI の話をするにあたってなぜしなきゃいけないのかって話をしたいと思います。そもそもユーザーインターフェース、ゲームの世界におけるユーザーインターフェースの役割って何だろうかっていうと、調べたらですね、綺麗にまとめてるのがありましたので、そこからちょっと引用しました。没入感。バーチャルリアリティの世界では没入感とても重要だって話をしたんですが、これゲームも一緒なんですね。ゲームをしますね。皆さんゲームやってて楽しいなとか、ワクワクするなっていう、その世界の中に入り込んでるかと思うんですが、あれは絶妙なそのユーザーインターフェースの歴史があって、そこを盛り上げる仕掛けが様々なものがあって、楽しくなってる。バーチャルリアリティも一緒です。そういったところを担ってる。もちろん世界観を作るとかありますけど、その一端にユーザーインターフェースあるんじゃないかなってんで、今日その話をしたいなというふうに思ってます。で、この初日最後のセッションにこう多くの方いらっしゃってるんですが、今日ここに来た方は皆さんの腹の内っていうんですか、こんなこと聞けるんじゃないかなって勝手に推測したスライドを作ってみたんですけど、 VR の UI 作成に困っていて、その答えがもしかしたら得られるんじゃないかなと、一つくらいあるかもしれません。あとユニティ推奨の最適解っていうのが発表があるんじゃないか、そんな大それたことを期待してるんじゃないかなと。あと自分の知らない便利なアセットっていうのがあって、それの使い方がドンと出るんじゃないの、そんな都合のいいものなんだったら私も知りたいんですが、あと VR における最適な UI 大会というのはどうもこの間あったらしいんですね。終わっちゃったんですけど、なんかどれが優勝したかちょっと確認できなかったんですが、そんなのがあって、そこをもしかしたら優勝できんじゃないのと、というのはいろんな皆さん思いでいらっしゃったかもしれませんが、ね、私もぜひそれ知りたいと。この疲れた具合のこの反応いいですね。はい。ということで、じゃあ今日何を喋るのかって話なんですが、私個人的に DK1 時代から、オキラスの DK1 時代からずっと脈々とやってきまして、いろんなコンテンツ作ったり体験したりとかしてきました。その時に得られた知見で UI に絞ってちょっと今日お話ししようかなというふうに思っています。なので先進的なとかっていうのはあまりないっていう感じで、これまでの総まとめプラスアルファって感じだと思ってください。で、若干 PC 系、パソコン系をよくやってるんで、そちらの話がちょっと多めになってます。では、目次ということで、最初はたくさんテーマ考えたんですが、持ち時間、20分ということで、40分ということで、2つお話ししようかなと思ってます。まず最初、従来のユーザーインターフェースというのと、それからバーチャルリアリティにおけるユーザーインターフェースについてお話したいなと思います。まず従来型のユーザーインターフェースなんですが、こちらのユニティのアセットストアの方で配布させていただいてますタンクというアセットです。完成プロジェクトですね。で、こんな感じで非常に典型的なスマートフォンを意識してますので、今マウスで操作してますけど、指で操作するタイプの UI になってます。非常に大きな文字で書かれていて、マウスのオーバーでは反応しないですね。スマートフォンではマウスオーバーっていうイベント取らないので、基本的にタップされた時にちょっと反応がある、あるいは音が出る、こんな感じですね。あとはボタンを押した時にフェイクトが出るとか、そんな感じになります。はい、あと特徴としては全画面、この平面のディスプレイ全体を使って表現するというところになっています。ちょっと飛ばしますね。こちらゲームシーンです。ゲームシーンの方は普通にやっていくんですけど、非常に下手くそなプレイを見せて申し訳ないんですが、ゲームオーバーの画面とかパッと出てきます。でリトライしたあとは紙プレイを披露したいと思います。嘘ですなんですけど、こちらちょっと先行きますね。どんどん行って、よいしょ、
最後ちょっと戸惑ってますが、ここです、ここに当てるんです。はい、これで切る。こんな感じのユーザーインターフェースが従来型のインターフェースだったと思います。で、この従来型のユーザーインターフェース、ちょっと復習になってしまいますが、主な出力先といったときには、まあ、平面のディスプレイに向かって出てきて、で、操作方法も、そのコンシューマーのパンだったり、パソコンだったり、スマートフォンだったりで、それぞれ様々な入力形態がありますが、そこがあって、で、フィードバック、効果音があったり、視覚的な効果があったり、あるいは最近ですと、バイブレーションなどがついたりとかしていると思います。また求められる要件なんていうのも、大体まあ、この辺はゲームによりますね。一切の情報を出さないというのもあれば、過不足なく出す。この辺はこのゲームによってデザインが変わってくるかと思いますが、ユーザーに見せたい情報を、まあ、漏れなく表示するっていうのがあるかなと思います。また視認性が高い。これ重要ですね。まあ、ゲームによってはすごく細かくいっぱい出してっていうのもあるかもしれませんが、一般的にはすごく視認性が高く、かつそのゲーム感の世界にあったような、表示の仕方とか色とか、そういうところを重視しながらやるかなと思います。じゃあ、VR に求める UI っていうのはなんか違うのかっていうと、これすごく個人的な意見かもしれませんが、基本的に求められているものは大きくは変わらないだろうと思ってます。それに加えてって感じですね。したがって従来型のユーザーインターフェースの構築のノウハウっていうのは決して無駄にならないと私は思ってます。逆に言うとそれがないとやっぱりなんか素人臭いなって感じになっちゃうんですね、どうしてもね。ここの辺はその UI のプロフェッショナルの方ぜひ捕まえて VR 界隈にこう引きずり込むとより良いユーザーインターフェースできるんじゃないかなというふうに思っています。またその際にぜひですね、VR 特有の UI の懸念事項ってあるんじゃないかなと思うんですよ。ここではちょっと2つにちょっと絞らさってもらいましたが、UI を表示する、まあ、場所というんですかね、どういう表示にするのかっていうのと、あとはまあ入力手段やフィードバックなどっていうんで、従来の UI をもう少し拡張する形で考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。じゃあ一つずつ見ていきたいと思うんですけど、UI を表示する場所なんですが、まあ、いろいろ考えられるかなと思うんですね。従来型はディスプレイという限られた、すごくこの枠の中にものを表示しようというふうに考えるんですけど、VR 空間って言ったら、まさに今私がこう皆さんを見て、こういった空間の中にいろんなユーザーインターフェースを設けなきゃいけない。っていうのを普段皆さんも一生懸命考えてんじゃないかなと思うんですが、じゃあ、ということで、すごく短絡的にやってしまうのが、目の前に貼り付けて固定するってやつですね。その他に空中に浮かんでる、従来のゲームって頭上にピコンピコンと数字やマークが出たりしますけど、そういう表示もありかなとか。あるいは、もう一歩進んで、そこの脱出、非常口のマークみたいな形で、すごくその建物の中に一応馴染みながらも、何をしてもらえるのかが分かるようなものを用意するとか。まあ、その他いろんな表示方法を考えられるんですけど、そういったことを工夫して実装していくんじゃないかなと思います。で、この目の前に貼り付けて固定するっていうお話がさっきあったんですけど、これは非推奨、あまりお勧めできないやり方の一つだというふうに言われています。まあ、やっちゃダメだっていうだけで、絶対にやるなってわけではないんですね。この辺はオキラスさんがまとめていますベストプラクティスガイドの方に、記載されています。もちろんダメだって書かれてなくて、まあ、できればやめた方がいいんじゃないのっていうレベルですね。ただものによってはどうしてもやらなきゃいけないものがあります。例えばカードボードとかギア VR みたいに、ポジショントラッキングという頭のこう横移動とか前移動ですね、こういうのが取れないタイプのもの、首の移動だけしか取れないのは、まあ、ユーザーインターフェースの一つとして視線を使いたいとなると必然的に真ん中に固定した何かがないとちょっと目標を合わせづらかったりするんで、まあ、そういう場合には仕方ないかなって感じであります。ただ同じ今目の前に貼り付くにしてもちょっと遅れてくるタイプのは比較的良好な印象を得るので、ちょっと実例を一つ二つ見せてみようかなと思います。で、こちらなんですが、これもアセットストアにあるやつをちょっと私が手を入れまして改造したやつになるんですけど、もともとはそのスマートフォン向けの VR コンテンツを意識して作られてるので、ポジショントラッキングない前提なんですね。なので真ん中ちょっと見づらいんですけど、真ん中あたりにスコープと点数とってすごく集中して出ています。
実際ヘッドマウントをかぶってみるとちょうど目の前のこれくらいですね、私が今手をかざしたぐらいの位置に、表示されてて、あまりゲーム的にはそんなに目障りにならない程度ですねの表示ではあるんですけど、まあ、バッドノウハウの人、まあ、やっちゃいけない悪手の一つではあるんですが、ギリギリ、まあ、調整して小さくて何とかしたいと思います。ただ鬱陶しいですね、やっぱりねこの手のやつですね。はい、じゃあ別の例ちょっと見てみましょう。これとあるレトロゲームであったやつをちょっとリメイクして作ったやつですね。知ってる方はもしかしたら知ってるかもしれないやつです。今ポワンとメッセージが出てきました。この空中になんか UI の文字を出すっていうのは SF チックなゲームだったらありかなと思うんですが、これもすごく考えなきゃいけなくて、やっぱり不意に浮いてくると違和感を感じるんですよ。すごく違和感を感じるんですね。そこに何かこう必然性を持たせなきゃいけないので、まあ、例えばその今ディスプレイがあちこちにあるので、そこの中でメッセージに混ぜてしまうっていうのも一つの手かなというふうに思ってます。このレーダー出るところも後からこの辺のレーダーマークがちょっと出てきましたが、そういったところもまあうまく演出することによって、すごくその世界の中入り込めるか、あるいはなんか突然ゲームっぽいなっていうふうになるかは境目のところビリギリなんですけど、まあそんな形で実装していました。他にもということで、追跡型ですね。これ目の前にちょっと白いマークが遅れて表示されます。これポジションをこう姿勢を合わせてリセットする際にそのメッセージを出すんですが、ちょっと遅れてくるんですよ。こう真ん中にビタッと張り付き状態で、すごくなんですか、目を塞がれている状態になってしまって、ちょっと若干イライラするところがあるんですが、まあ、少し遅れてくることによってそこまでイライラ感がなくて、ああちょっと待てばいいのかなっていうような感じの印象を受けます。こちら橋田さんと共同作で作ったやつです。はい、同じような、まあ、固定云々って話がありましたけど、もうちょっと別のやつで空中に浮かんでるタイプ、これもいろいろあるんじゃないかなっていうんで、さっき例に挙げたような、まあ、体力だとかダメージだとか吹き出しですねとかあるんじゃないかなと思います。でこれも、まあ、ゲームの VR コンテンツなのか、それとも、まあ、ノンゲームよりリアルに近いタイプのものかによって、すごく違和感を感じたり感じなかったりするかなと思います。皆さん普段会話しているときに頭の上に吹き出し出てきたらどうします？もう笑うしかないですよね。なのでそんな状況はちょっとリアルではあまり考えづらいので、リアル系のコンテンツだとちょっと向かない。一方ゲームだと割とゲーム脳っていうんですかね、そういう世界観が馴染めばありかなっていうんで、その辺はやっぱコンテンツしたいかなと思います。じゃあちょっと例を出しましょう。こちらのしっぷさんの方で作成されていますメイクボックスというやつなんですが、これボクセル型のモデリングツールになっていまして、今回紹介したいのはその UI の部分、このパネル、操作パネルですね。これボタンクッと押すと自分の目の前にさっと移動してくるんですが、割と違和感なく動いてるな感じをいけるかもしれませんけど、冷静に考えたらこれ空中に浮いてる板ってすごく不自然なんですよね。冷静に考えるとね。でも使い勝手っていうのがパッと理解できて、かつ目の前に置いといて、そこに貼り付いてますので、自分が必要になったら呼び寄せるっていうところで、違和感なくその世界を構築できてるかなと思います。もう一つ行きましょう。こちら吹き出しの例になりますが、 VR ウォーク&ランっていう、N リョータさんと、作品のものなんですけど、これもファンタジーの世界に入り込んでいるので、まあ、蝶々が喋ってかつ吹き出しが出てるんですが、まあまあ許されるかなってギリギリのところですね。まあ、吹き出しの目の前、あと今 UI が出てきましたけど、ボタン一つで出るんですが、これも普通の世界で考えると少々違和感を感じるんですけど、現実空間的にパッと固定されてこんな感じで回り込みができるようになってくると、そこに物があるんだなっていうふうに認識ができます。はい、あ今喋ってる間に行っちゃいましたけど、移動系にちょっと工夫があるんですが、出るかな、出ないかもしれない。これ吹き出しだけですね、ここまでですね。ちょっと移動系のとこ飛ばしちゃったんですけど、移動系のところはボタングイッと押し込むと一人称視点から三人称視点に切り替わることによって、まあ、余韻の軽減をしているんですが、ちょっと余韻の話をするとですね、いろいろ話が飛んでしまうので、今日はそこまでしません。それから、周囲に馴染むようにっていう話なんですけど、さっき例に挙げたようなその非常出口のマークだとか、その他生活の中ずっとよくよく考えてみると、皆さん様々なインターフェース
利用者に向けて受けられているような様々なインターフェースがあって、そこを、まあ、何回か学習するか、まあ、すぐ分かるのか。特にこういった非常口のマークっていうのは学習しなくても分かるようなマークになってるんですけど、そういった工夫がなされていて、自然に操作できていると思うんですね。で、そのように VR 空間内でも、その世界を構築するにあたって、自然にそこにあるかのように、で、操作したくなるような工夫、こういうのがあることによって、ぐっとその世界に没入できてきます。で、例えば、そうですね、すごいベタなんですが、壁とか、それから、掲示板なんかが、その世界の中にあって、そこにチュートリアル書いてあると、割とこう、あーってね、最初、わかんないんですよね、自然すぎて。しばらくすると、あそこにチュートリアルあったって気づくんですが、まあそういった発見を最初すると、次どっかにないかなって探しに行くって感じになります。あとは、操作機、操縦桿とか車系ですね。さっきも車コンテンツ出てきましたけど、ああいったところの計器類をちゃんと作り込みすることによって、その車でも飛行機でも乗ってる感が出てきます。あとは、これ VR ならではって感じなんですが、今様々な道具、さっきのメイクボックスもそれに近かったんですけど、様々な道具を手元に普段表示してなくてキュッと出してみるとか、こういうのが VR 空間内では最初はやっぱ普段生活そんなことないんですけど割と馴染めるってあります。もういろいろ例がありますのでちょっと紹介していこうかなと思います。はい、こちらフォトユニっていうんで、これまだ一般公開されてなくてまだアルファテスター中なんですが、後ろの黒板の方にチュートリアルが出ていて、あと手元にですね、まあ、字が出る感じですね。で、大体何をしたいのかが、あとはまあユニティちゃんすぐ反応するんでわかるんですけど、そういった効果が得られます。もうちょっとね、この中で派手なエフェクトが出ますが、もう少しこう何かあると思うんですがいいかなと思うんですが、あと手元のコントローラーがカメラになりまして、こんな感じで変わります。ちょっと今回動画を撮り損ねてしまったんですが、360度の静止画も撮影できるようになっています。はい、よいしょ。それからこれ、今、一つ前のセッションでありました、日本レッド VR。まあ、そちらの方で詳しく言ってるので、私がね、また今更ここでお話しするのもあれなんですけど、先ほどちょっと例に挙げたような、まあ、操縦桿をイメージしています。実際のところは、操縦桿っていう建物があるわけでなくて、はい、UI を手元に全部置いといて、まあ、さも操縦してるかのようにっていうイメージじゃないかなと思っています。全然余談になりますけど、黎明シーンに移行しました。はい、この漢字読めなかったですね、最初ね。黎明シーンって。これで学習しました。よいしょ。ちょっと長いんで。よいしょ。次ですね。で、もう一つ、忍び VR。ありがとうございます。というものなんですけど、こちらのリープモーションっていうのを使っていまして、自分のヘッドマウントディスプレイの前に手をかざすと、それを認識してくれます。これまでのコンテンツと違いまして、自分の手がそのまま VR 空間内に出てくるっていうので、すごく没入感が高まるんですが、まあ、そこに忍術を使うっていう、シチュエーションが加わることによって、自分、まあ、忍術が使えるの、まあ、条件として手元に、ね、今何をこう発動しているの、指の形で忍術が決まるんですけど、そんなのがありました。これ、もう一つですね、UI として、効果音があったの気づきましたが、カチンカチンっていう、ね、あれもすごく世界観を作るので重要だったりします。それから、こちら、これユニティの例ではない独自ランタイムで作られてるんですけど、ご存知オキュラスさんのミディアンです。これ非常に複雑なユーザーインターフェースではあるんですが、手元にさまざまな道具を表示して集約させることによって綺麗に一つのツールとしてまとめています。最初ね、ちょっと道具が多すぎて、私、これ全然ダメなんですけど、なかなか手元に、道具多すぎて最初困るんですが、しばらく使っていくとよく整理されているので、だんだんこう分かってくるんですね。あそこに何があるっていう感じ。よく整理できてるなと思います。また表示の仕方、それからフィードバック。ボタンを押した後、エフェクトいろいろこう変わります。まあ、ブワッと開いたりとか、それから、ここですね。このモデルを出すとこの吹き付けるとこの大きさが変わったりとか、こういった様々なフィードバックがあることによって自分が操作した結果がすぐわかる。もうユーザーインターフェースの基本ではありますけど、
VR の中でもしっかりそれを作り込んでいることによって没入感がだんだん高まっていくって感じになります。でもう一つなんですが、これバニシングレルムっていう Steam で配布されている、RPG タイプのゲームになります。これちょっと一時期すごい盛り上がったゲームなんですけど、特徴は何かというと、この辺は普通ですね、ディスプレイにあるやつを空中に浮かせていて、下の手元のところでこの辺くらいに斜めに、ちょっとこのディスプレイだと分かりづらいんですけど、実際 VR 空間内で入ると分かりますが、斜めにこうパネルが用意されてですね、でそこにこう指を当ててカチッとトリガーを引くと選択ってなってますと。で面白いのはこの下の方にチラチラ見えてるの分かりますかね、なんかあるとかスイッチとか、これ何かというと自分の腰の周りにポシェット、道具のよう道具入れるこうポケットのようなものがあって、そこにまあ道具入れたり出したりとかできるインターフェースが全部ここにあるんですね。自分の体の、周りにこうあるっていう、体力表示とかもそこにあるんで、そこでちょっとゲームっぽくなってますけど、道具入れが手元にあるっていうんで、だんだん慣れてくるとゲームっていうのが冒険する感が出てくるインターフェースなんていうものです。でこれ動画はここまでなんですが、ずっと紹介してきましたように、その Steam でもそれからオキラスさんの、ホームでもやっぱトップランキングいっているゲーム群ですね、あそこに並んでいるものっていうのは、単にすごいとか綺麗だとかそういうんじゃなくて、私が見る限りはやっぱ一定レベル以上のユーザーインターフェースがしっかり作り込まれていて、でその上で、しばらく、最初のうちは、どうしても馴染むまで時間かかるんですが、すぐにその世界観に馴染めるような様々な工夫が施されてるんじゃないかなというふうに見ています。よいしょ。ではもう一つちょっと話が変わりまして、入力装置系を見ていきましょう。入力装置系なんですが、スマートフォンの、ジャンルをちらっと並べてみました。残念、カードボードの D がちょっと2行にいっちゃってますけどですね、ハコスコとカードボードと、ミルボックスタッチとか、その辺は大体同じような扱いなんですが、特徴としてはポジショントラッキングが現在ないですね。それからタッチパネル、下からこう指を入れることによって操作ができるんですけど、そういったタッチパネル操作があります。あとは専用コントローラーは基本的にはついてない、自分でつければなんとかなるかもしれませんが基本ついてないですね。でそれに対して、ギア VR とかデイドリームというのは、よりハイエンドな VR を楽しめるモバイルスマートフォン系ということで、タッチパネルもちょっと変わっていて横にあったりとか、デイドリームないんですけどね、とか、あと、Bluetooth コントローラーが標準装備されている。ギア VR は最近ですね、やっと標準になりましたけど、まだ日本で買えないんですが、そういったコントローラーがついているところが大きいかなというふうに思います。で次に、据え置き系ということで、フォームゼロっていうのがあります。あと、プレイステーション VR。ケラスリフトとタッチとバイブ、この辺が普段買える、我々が普通に買える、VR 機器かなと思うんですけど、ホームゼロに関してはまだディベロッパーキットって位置づけですので、一般の人が買うにはちょっと敷居が高いかなってんですが、特徴はアイトラッキングが使えることです。実際使ってみると、なかなかよくできてるというか、すごい精度でピタッとキャリブレーションが決まると、本当に自分が目で見たところにさっと視線が行って、そこに何か反応するっていうのができるんで、また新しい体験できるんじゃないかなと思ってます。残念なのが座位って言って、座った状態のポジショントラッキングですね、これしかできない。でプレイステーション VR は、座位と一応書いてあるんですけど、基本はその使い方で、モーションコントローラーがあります。モーションコントローラーってのプレイステーションムーブですね。その他のプレイステーションの普通のコントローラーが使えるんですけど、そういったコントローラーが割と充実してるかなというふうに見ています。あとはコンシューマー機器、一般消費者向けっていうのもありますので、コンテンツ全体に非常に出来がいいというか、フィードバックすごくよくできてますね、全体的にね。それからオキュラスリフトなんですけど、リフト単体ですと座位が基本になってくるんですが、タッチまで来るとルームスケール、部屋の中をこう移動してっていうのができるようになります。でモーションコントローラーもちろんあるんですが、これも実は気がつけばさまざまなコントローラーがあるんですけど、現在はオキュラスタッチで一択かなという状態になっています。バイブ
これが、ついこの間までは普通に、まあ、オキュラスリフトプラスタッチとさほど、まあ、差がないと言うと怒られますが、基本的にはルームスケールプラスモーションコントローラーだったんですけど、ここに来て、ワイヤレスバイブトラッカーだとか、従来のコントローラーをワイヤレス化するという、USB ドングルっていうのがあるんですね。まあ、それを頑張ると11個ぐらいまで、一つの PC に頑張ってつなげれば認識できるとか。というんで、そのトラッキング、レシーバーの方がすごく充実しているかなというのと、それから無線化と、それからアイトラッキングっていういろんなオプションが、まあ、発売が控えているっていうところで、こちらの方はガジェット周りがガーッとまたね、充実するかなというふうに思っています。で、これらのところも共通していることは、まだ発展途上なんですね。DK1 時代の頃我々何やってたかというと、まあ、すぐに VR できたって言うんですけど、次のステップとして入力どうしよう、入力どうしようっていうのを2年ぐらい、3年ぐらいずっといろんな形でやってきたんですが、今一つ落ち着いてきたのは、コントローラーがまあ標準につきましたってところまでやっと来たってところですね。ただそれでもまだ足りないっていうのもあって、いろんなのが開発されてるんで、まだまだこれからかなというふうに見ています。で、フィードバック。フィードバックなんですけど、音ですね、先ほどもちょっとありましたけど、音とそれからバイブレーション、まあ、ありますので、これらを工夫する必要があります。この後ちょっと音に反してはまた別にやりますけど、本当にただブルッと震えるだけだとなかなか没入感得られませんので、適切な振動と、まあ、パターンですね。これをうまく工夫する必要があるかなと思います。あとは体全体に対して、なんですけど、まあ、大型筐体使うとですね、まあ、割と何でもできる印象はあるんですが、そこに安全性とかに絡んでくるんで、なかなか、いきなりブワーンと釣り上げるわけにもいかないんですけど、そういったことによって、まあ、いろんな体験ができるようになります。まあ、それプラス、今回展示にもありましたような香り付きのやつだとか、音とか振動とか、他にもいろいろあるじゃないかなと思うんですが、そういった無限の可能性を秘めていると。それから、エフェクトですね。エフェクトとっても重要なんですけど、ゲーム系では逆にないと寂しいんですが、リアル系でエフェクト出るとちょっと引くんですよね。やはりリアル系って。っていうのもありますので、これも使いどころが難しいかなというふうに見ています。ただ、ぜひ、リアル系でもやってほしいなと思うのは、まあ、移動ですね。高速移動するんだったら、こう移動するバックに流れるの星のエフェクトとか、ああいうのつけると、まあ、余裕の話に戻っちゃいますけど、余裕が軽減されるとかあるので、エフェクトも使いどころ次第かなっていうなってます。で、フィードバックの動画の例をちょっと出します。ちょっと大きい音がしますんで気をつけてくださいね。これは何かというと、和太鼓 VR っていう、まあ、自分が作ったやつなんですけど、やりたかったことは、ですね、超巨大和太鼓。大きさとしては2メートルぐらいの直径があるんですけど、下の方も落とします。加速度によって音のボリューム切り替えているので、叩いているとだんだんこううまく叩けば小さい音から大きい音が出るっていうだけではなく、手元の振動を一応入れています。で、それでも足りないなと思ってですね、とあるちょっと、会社さんにお願いして、より振動を強化する装置をつけてみるとか、すごい没入感グッと上がるんですけど、それとかあと体に振動装置をつけてジャケットがあるんですけど、それつけてドーンっていったら反動がここに来るとか、いわゆる空気圧を感じるみたいな、こういうのつけることによって大きな和太鼓を空気圧グンと感じるようなものを入れると、そこで叩いた感が出てくる、こんなのをちょっと作ってみました。ぜひですね、その単に映像を出して終わりではなくて、フィードバックですね、さまざまなフィードバックいろいろ考えてぜひ実装していただきたいなと思います。さて、じゃあ2つ目のテーマなんですけど、残り10分でいこうかなと思ってるんですが、平面 UI から空間 UI っていうもので、まあ、従来のユーザーインターフェースを、まあ、ここの言い方ですれば、いわゆる平面 UI、ディスプレイに向かって出すようなもので、昔は GUI。で、だんだんそれが進んで、いわゆる立体的な表示っていうのはすごい流行った時期がありまして、そこがなんか一巡したらですね、フラットデザインっていうのが最近の流行りなんですけど、そんな形で進化してきました。で、一方空間 UI っていう言葉、これVR が
割とこう広い始めてから、言われ始めた。まあもっと昔からあったっちゃあったんですけどね。そのために今までのフラットなディスプレイで表示するようなものではなくて、空間を生かしたユーザーインターフェースっていうのがいるんじゃないかと。スペーシャルユーザーインターフェースって言ってます。SUI。これからは SUI です。あんまり通じないかもしれませんけどね。SUI です。で、やっぱ普段の、先ほどから挙げてるような普段の生活の中のユーザーインターフェース、これが私参考になるとずっと信じています。よーく観察してみると、いろんな人たちのアイデアがそこに積み込まれてるので、うまく活用してもらうといいんじゃないかなと。まあ、プラス VR ならではって感じですね。で、まあ、配置の問題もあります。この配置っていうのが目の前にある、さっきバニシングレイムであったように目の前に斜めのパネルがある。これも一つの工夫なんですが、まっすぐ出されると実は操作しにくいので、少しこうかがんで操作できるっていう意味では斜めって重要なんですね。で、かつ手元に近いところにあるのでパッと操作ができるんですけど、別にそれだけではなくって、もっと遠くにあるものを選択させる、レーザービームか何かで選択させる、こういうのもありだと思います。ただ、これやってみるとわかるんですが、人間の手って思ってるほどまっすぐ維持できないんですね。で、必ずこう震えるんですよ、ちょっと。なので、手ブレ補正を入れるためにローパスフィルターをちょっと実装していただくと、すごく使い勝手がグッと上がります。で、ローパスフィルターっていう風に買ったらですね、ちゃんと便利なアセットありますので、これぜひ無料ですので、バルブさんが公開している有料なアセットで、優秀なアセットですので、ちょっと調べていただけるといいかなと思います。私もよく使います。それから、平面と曲面なんですが、まあ、手元で小さい分には別に平面でもさほど問題ないんですけど、たくさん情報を並べようとすると、平面ではなかなか実は VR 空間内操作しにくいんですね。まあ、これは自分の体のこう視点で手をぐーっと動かしてもらうとわかりますが、自分の一定の距離の中はできるんですけど、それがフラットになるともうこの辺届かないんですよ。だから配置するんであれば曲面が基本となってきます。まあ、それを遠くに置くっていうやり方と目の前に置くやり方がいろいろあるかなと思うんですね。で、例えば湾曲した UI の例っていうことで、これ Unity チュートリアルで示されているような、自分真ん中にいてすごい小さいんですけど、ぐるぐるっと周りを見るとステージの選択ができるような湾曲型の UI があったりとか、それからこれ、へこみさん。多分ユニティ界隈にいて、へこみさん知らない人っていうのは多分いないかなと思ってるんですが、その方が作られた、U デスクトップっていう、U デスクトップデュプリケートっていう、Windows の画面を VR 空間内に持ってくるっていうアセットです。で、これ湾曲はもちろんサイズもリアルタイムでこんな感じで更新できるので、まあ、好きな角度、好きなサイズ、好きな位置に持ってきます。それから、まあ、これデスクトップの話なんですが、ユーザーインターフェースですね。普通の Unity の UGUI をフラットで並べた後に、後からこんな感じで湾曲にするアセット、カーブド UI っていうのもありますので、まあ、これらをうまく組み合わせることによって、湾曲した UI っていうのが作れるんじゃないかなと思います。これぜひ、私もちょくちょい使ってますけど、うまく使ってもらうと、より良いインターフェースなんじゃないかなと思ってます。それから、ユーザーインターフェース配置で正面以外のものっていうのはよほどちゃんと工夫をしないと全くそこを見てもらえません。これは何個かコンテンツ作って、私結構早く段階作ってたのでいろんな人に試してたんですけど、正面以外で説明しないとまず見ない。まあそれは視線誘導が下手くそだっていうのはもちろんあるんですが、そういった工夫がないことにはまず見ないですね。後ろなんてまず見ないです。よほど VR 慣れしてる人が後ろなんかあるよねって感じで見るぐらいしか見てくれませんので、基本正面及び視線誘導しっかり。まあもう基本中の基本かなと思います。で、これ結構初期の段階に作ったコンテンツなんですけど、図がわかりづらくて申し訳ないんですが、ここですね。この左上の図で下向きにカメラがあって、こう横に物があるんですけど、視線的には、こんな状況で、あんまり横見えないんですよ。真正面。で、しばらく、今チラッと見えてますが、実際本人はもうかなり狭いところしか見えてないので、しばらくやってて、なんかボールがあちこち跳ねて楽しいなとかやってるうちに、おっ、なんか横が見えてきたとかね。ボール跳ねてるの追いかけてる。この跳ねるの追いかけるっていうのも人間の習性なので、なんか動いてる動いてるって感じで追いかけてくれるんですけど、その時に気づくっていう感じです。まあ、そこを意図的にやるのが視線誘導。になるんですけど、これでやっと、お、横があるって言って結構多くの方にやってもらったら、ピクッと。反応しましたね。横あるじゃないかって言われました。はい。
よいしょ。で、まあ、これらの話を、まあ、総合してまとめると、チュートリアルってすごい重要なんですね。特に VR 空間内に入ったら、状況把握っていうのがすごい重要です。何今にやってんだ、自分どこにいるのって把握するのに、通常のゲームですと、まあ、3秒から10秒くらいあれば、大体の人は状況把握できると言うんです。まあ、若干ゲーム慣れしてる人もいるかなと思うんですが、VR 空間内、いろんな人にお話聞いたんですけど、まあ、5秒、早い人で5秒くらいなんですが、場合によっては30秒くらいかけてじっくりその世界を説明するぐらいじゃないと、全然馴染めない。すごい勢いでなんか情報が流れてて、僕今何してんだろうって状況なので、そこの辺、すごく丁寧に作ってあげる必要があるかなと思います。まあ、よくある手段としては、できることすごい最初限定して一手ずつ増やしていくとか、バイブレーションでブルーってやって、今からこっちのボタン操作するから見てって感じのバイブレーションで誘導するとかっていうような仕掛けがいるかなと思います。やはりまあ、有名コンテンツはその辺よくできてるなってことですね。で、空間音響。あとテーマ、これ一つなんですけど。音に関してなんですが、まあ、音って我々普段何気なく聞いてますけど、両耳で聞くことにより、方向、どこから音がしているのかとか、それからどれくらいの距離なのか、それから、空間、今建物の中でいるのか、それとも外にいるのかみたいな、そういう把握をすることができます。で、オキュラスリフトとかバイブ、まあ、これオキュラス社が提供しているものを使うんですけど、オキュラススペシャルザイザーっていう、音源のライブラリがあります。あ、音源、ごめんなさい。音を、今のね、空間音響を処理するライブラリが、ユニティにも実装されてます。で、これをセットするだけで、簡易的に、その空間内、箱の中にプレイヤーがいて、音源があって、しかも音は、ちょうど転光源、バーっとこう広がっていくような感じの単純なモデルにして、3D 空間の音響を出しています。が、カードボードとか、デイドリームの方はですね、そこの音に関して、指向性を持たせてね、どっちからどういうふうに音がしているの。例えばバイオリンの場合ですと、今の上の方面ですかね、そちらの方は大きな音がして、後ろの方はあまりしないみたいな、そういう設定ができるようになっています。そうやって、まあ、よりリアルな音を出すことによって、空間の中にいる、我々が今ここにいる、建物の中にいる、外にいるみたいなところがより実感できるようになってきます。ただですね、音に関しては正直まだノウハウらしいノウハウっていうか、私見つけられてない、多分日本語の資料ほとんどないんじゃないかなと思ってんですね。まあ、今回この資料を作るにあたって、ちょっと矢野先生さんって方にお願いして、昔、どうですかって感じでお願いしたら資料を書いてくださって、さらに今回使うよって言ったらアップデートしてくださいましたので、ぜひ、後でスライド見て、そこら見てもらうといいかなと思ってます。じゃあまとめ、終わりにいきます。今回お話ししました VR コンテンツを気持ちよくプレイさせるための UI 実践ガイド。まあ、主に事例集という形になりましたけど、基本的な UI 設計は変わらないかなというふうに思っています。あと、まあ、もちろん、その VR コンテンツの質、すみません、ものに合わせてリアル系なのかゲーム系なのか、そういうのに合わせた適切な演出、フィードバック、これ重要かなというふうに思っています。でほんの少しなんですね、そういうところに手間暇かけたコンテンツっていうのはすごく質の体験がぐっと上がるので、あ、よかったって言ってもらえるようになるかなと思っています。もちろん今回はまあ時間の都合もありましてここで絞ったんですけど、さまざまな UI です。いろんなものが日々開発されていて、逆に言うとまあ定石なんてものはない状況なんですね。逆にでもうちょっと別の言い方をすれば、今なら世界が取れるんですよ。楽しくないですか。ということで、これからも楽しい VR コンテンツ開発をやっていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。